はい、こんばんは。カッティエシリュウジンです。今回の話はJR の山手線、ごめんなさい、山手線の方でですね、渋谷駅らしいんですけれど、そっちの方でですね、駅員とですね、トラブルになったっていう動画がね、拡散されて話題になってるんですよね。はい、そういうことみたいなんですけれど、そのですね、この動画はなんですけど、 JR の山手線の駅構内で線路内に現金4万円が落ちていたみたいなんですね。現金4万円っていうよりあれですね、財布ですね、現金4万円が入った財布を落としてですね、非常停止ボタンを押した乗客とですね、駅員が口論する動画が SNS とかに拡散されて物議を呼んでいるんですね。はい、その動画には何で撮ってくれないんですか、お願いしてるじゃないですかという乗客に対してですね、何なんだその態度は、お願いしてる態度か、山手線止めてんだぞと怒っている駅員の姿があってですね、それで駅員がですね、警察行くから今日帰れねえからな、事情聴取投げからなと話してるところがあって、それで SNS 上では駅員の高圧的な態度こそありえない、財布落としたくらいで山手線を止められたら切れる気持ちも分かると賛否両論があってですね、わざと怒らせるような態度をとって一部分だけ切り取ったのではという見方もあるみたいで、そういうことなんですけど、この JR の方はですね、言葉遣いは適切ではありませんっていうことで話していてですね、なんですけど、これ駅員側一方的に悪いわけではないみたいですね。これ見てると乗客の方にもいろいろ理由があったみたいでですね、非常停止ボタンってね、押すかなと思ったんですけど、この乗客は電車を止めるからっていうか、止めようとして押したんだと思うんですけど、これよっぽどのないことですから、押すのはね、はい、これ財布落とした乗客は線路に降りて取ろうともしてたんですけど、駅員に注意されたんでしょうね。そういうこともあってですね、いろいろ書かれてますね。はい、これ、はい、この動画については、注意された後なのかな、一応非常停止ボタンを押したその直後に、駅員とそういう口論になったっていうことなんでしょうけど、あれ動画にする必要なかったような気がするんですけどね。本当駅員を悪者に仕立て上げてるようにしか見えないんですけどね、僕的にはね。はい、これどっちが悪いっていうか、駅員の言い方も確かに悪かったかもしれませんけど、こんなね動画をね回して拡散したりですね、勝手に非常停止ボタンを押したりですね、線路に降りて財布を取ろうとした乗客もあるかなと思うんですけどね、線路に取りたい気持ちも分からなくもないんですけど、落ちたものをね、なんですけど線路危ないですから、はい、なのでちょっとね、この乗客もあれですね、はい、って感じでしたね。はい、本当にね、これちょっと
これちょっとあれですね、どっちもどっちみたいな感じなあれですね。はい。まあ駅員からすればちょっとこの乗客あれだったのかもしれませんね。あれ本当に蹴れ、すごい見たんですけど、本当蹴れてたんですよね。あれよっぽどのことのない限りですから、多分乗客になんか、なんていうかな、なんていうか、なんか言われたのかもしれませんね。はい、なんか多分ね。はい。すいません、この動画にはその駅員とのトラブルの動画はないので、見たい方は Twitter か、まあ、YouTube にもあると思うのでそちらをご覧くださいね。はい、まあ、多分 Twitter の方があると思うので、まあその動画は駅員とのトラブルだけなんですよね。線路に落ちた財布を拾おうとした乗客とか、そうではないので非常停止ボタンを押したとかね、そうではなくて駅員とトラブルになったっていう、それだけの動画なので、はい、まあ、そちらをご覧くださいね。はい、まあ、てなわけで今回の話は JR の山手線で駅員とのトラブルにあった、その動画がね拡散されたことについてのねお話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。